い、こんにちは、ダベです。本日はですね、台湾のスーパースターアーロンのニューアルバムバケーション発売記念ということで、今アーロンと、遠隔ですけど、対談というか番組撮ったんですけれども、バケーションができた時に大当たりしたっていう感じは今でも覚えてる。世界的な音楽やりたい。これは結構人生の後半、このアルバムはすごく重要な自分の中でのアルバムです。谢谢タベラさん、うん、ありがとうございます。谢谢、バイバイ。このですね、ニューアルバム「バケーション」のですね、全曲解説を私拓也プロデューサーが、解説するという回いきたいと思います。よろしくお願いします。このアルバムはもうなんか僕のここ6年ぐらいの、なんていうかな、全世界中あっち行ったりこっち行ったりとかした、なんかなんだろう、なんとか日本を飛び出そうと、インターナショナルなものを作ろうかなってしてた、頑張った、こう、まあ、その記録と言っても過言ではないんですけれども、まあ一番遡るのは2015年に、北京に、作曲キャンプというのに誘われて、まあ、それに1週間ぐらいかな、4、5泊だったっけな、北京に行って、まあ、曲作るっていう、まあ、ほぼ寝ないで、僕もその時北京行ったんだけど、マジで北京市内とか何も行ったことなくて、ずっとスタジオの中に行って曲作って、近所の食堂でなんか飲んで寝て起きてスタジオ行って、でもう終わったらそのまま飛行機乗って帰ってきて、北京の街全く見てないんですけど、まあ、その北京キャンプが6年前で、その時に実はそのアーロンのモンスチャーライジングっていう日本版の、シングルとかを発売してちょっとした頃だったと思うんですけど、でその話をね、偶然朝一緒の車に乗り合わせた、別のチームで作曲してるやつに、俺モンスチャーライジングっていう曲を作ってたんだよねみたいな、聞かせたらすげえいいじゃんみたいな感じ でそいつがですね、今作とても重要な役割を、任せることになるヴィクター・ローっていう台湾のプロデューサーなんですけど、まあ、北京のキャンプでヴィクターに出会ったみたいな、でそれがね、実は今回このアルバムにものすごく重要なポイントになったんです。でまあそのヴィクターと結構何曲も作るんですけど、なんとそのビクターはですね、もともとボーカルでめちゃくちゃ歌うまくて、ボーカルの先生もやってる、しかもまあもちろんプロデューサーでトラックも作れるっていう、スタジオも持ってるっていうやつで、まあその彼をアーロンに引き合わせたところ、まあとてもここも気があってですね、それでアーロンはそのビクターのとこに、まあ歌のレッスン通いつつ、レコーディングもビクター立ち会いのもと歌を取ると。になって、なんかもうものすごく、なんかそれまでも歌は僕よかいいなと、声いいなと思ってたんだけど、この数年ですごい歌うまくなったっていうか、すごい歌に迷いがなくなったっていうか、すごいいい出会いだなと思って、僕も本当にね、アーロンにこうビクターを引き合わせられたことがだけでも本当北京に行った甲斐があったぜって思ってるんですけど、まあそういう北京キャンプでした。でその後2018年かなとかに台湾でキャンプがあるんですけど、それにもこれはね本当すごい行くか迷ったんです。なぜかなら一般応募しないとダメで、普通に俺ネットで応募して一般枠として参加しに行って、俺そこまでする必要あるかなってすごい悩んだんですよ、もうプロとして長い僕が。けど苦労は勝手でもしろとは言いますけど、
やっぱその人がやらないような大変そうなことをやった先には必ず何か宝物が落ちているって信じているので、まあそこにやはり僕もまた一人でもう40代半ばなのに後半なのに飛び込んでいくわけですよ、1週間の合宿に、はい。まあ、そうするとまたそこで出会ったいろんな作家たちがいてですね、そのうちの何人かと仲良くなってその後も仕事をするようになるんですけど、そうするととある女性のクリエイターで優秀な子なんですけど、まあ、その子とさあの作品作ってたら、今度拓也さん、私の師匠も拓也さんと曲作りたいって言ってますって言って、師匠って何みたいな感じで、よくわからないけど、まあ、師匠も作りたいって言うんだったら今度師匠のとこ行くよって言って、まあある日その紹介された住所に行ったところにいたのがジェリーシーっていう、台湾でもスーパー有名な、クリエイターミュージシャンなんですけど、でジェリーと何回か何曲か作るっていうことになり、まあそこでアーロンのやつも一曲一緒にやんないみたいな感じで、一緒に作ったのが、まあ、このアルバムの1曲目、ようやく1曲目なんですけどで1曲目が多分最後に作曲したんですけど、まあ、ジェリーシーと僕とビクターともうこう3トップで作ったの最新の最強 のポップ、そしてアーロンの曲っていうので、僕も曲順いろいろ考えたんだけど、やっぱそれ一番最新で最強最初がいいだろうと思って、まあ1曲目が Do You Think of Me っていう曲になりました。まあそして2曲目 Vacation、 これはまあ僕とビクターで、まあビクターのところ台湾で作ったんですけど、何年前かな、もう4年前くらいの気がするけど、まあ作った時にこれはヒット曲できた感あるなと思って、海外のビーチ行くと必ずかかってるなんかパーティーソングっていうのがあって、まあ、例えば有名なのだと I got a feeling、 Black Eyed Peas、 I got a feeling tonight gonna be a good night とか、まあそういうのとかパーティーソングっていうのが、まあいろんなビーチでかかってるんですけど、まあ、バケーションは本当作った時にあなた休んだ方がいいよっていう曲なんですけど、なんかこの曲がなんかタイのパタヤビーチとかでガンガンかかったりとかしたらいいのになとかっていう夢を抱えてリリースしますって感じです。3曲目 Get to You、これは、これもビクターのスタジオで作ったんですけど、これはアーロンが初作詞 してると思うんだよな。初作詞、ビクター初じゃない、初ではないけれども、英語の歌詞は多分もしかして初、あ、英語の歌詞は初かもしれない。アーロンもいている環境でこれ作ったんじゃないかな、一緒にタタタタって、なんかまあ、そういう曲で、まあ、僕も気に入ってるし、アーロンも伸び伸びと歌ってて、あのいい曲って好きです。あとギターが冴えてます。そして4曲目、Who Do You Think You Are。 曲はね、ちょっといつ作ったかだいぶ前なんです。これも5、6年前なんだと思うんですけど、アメリカのホットチルレイっていうボーイズグループにいる、ナッシュ・オーバーストリートっていう、まあ、ナッシュ君っていう、彼が日本に来た時にうちのスタジオで、そのアメリカ人の彼と僕とで作った曲なんですけども、まあアーロンのセッションにはやっぱこうインターナショナルで作った曲 が合うだろうなと思って、今回採用したというか、アーロン用に、いろいろアレンジもし直したりとかして、このアルバムに入りました。僕は個人的には本当アメリカのなんだろう、まあ、若いアメリカ人 のクリエイターと作ったって感じのなんか元気ある曲だなと思って、好きです。で、ここから5曲目からちょっとジャズっぽい、雰囲気の曲2曲届くんですが、竹本健一君というですね、日本の、まあ、ボーカリストソロ活動されてますけども、
でコラボして、まあ1曲は、ビクターと3人で作ったのかな、日本で。あの、まあ、そのチーム、まあ、竹本君と作った割と大人のジャズっぽいのを意識した、大人かっこいいアーロンの2曲です。そして最後、セレブレイトっていう曲なんですけども、これはですね、本当に冒頭お話しした北京の作曲キャンプ、その時にですね、一緒になったカズン君というですね、香港在住ですね、香港人、香港の、クリエイターで、その時に、北京で作った曲なんですけれどもですね、声優の山寺さんそっくりだから、後にあの山寺さんとはとある結婚式パーティーでお会いすることがあるんですけども、めちゃくちゃ似てる、こう発見したんですよって本人に見せても、本人が大受けするぐらい顔を似てるんで、まあ、パッとこちらに出しますけどそう、この彼はね、2年ぐらい前にも僕が香港行った時に連絡して、ご飯でも食べようかとかって言ったら、タクヤさんとご飯が食べる時間があるんだったら作曲したいですとかって言って、で彼ん家にまで行って、僕その時も1曲作ったんですけど、それぐらいね、やる気ある子なんで、またその時作った曲もいつか世に出したいなと思うし、また彼とも作りたいなと思うんですけども、なんかお話ずっと聞いてると、いわゆる日本人のタクヤさんファンが思い浮かべるタクヤサウンドっていう感じではないんですか、今回のアルバムに入った曲は。そうですね、なんか別に何前みたいなこともやろうと思ったらできるし、実際仕事とかでいろんなアイドルとかにもそういう曲も書いたりもしてるし、けど当時と違う、当時と違ったかどうかもわかんないけど、昔から僕洋楽というか好きだし、昔からこういう曲も実は書いてたのかもしれないけれども、まあ、なんせなんだろう、今回特に英語なんで、英語だし、しかも日本で発売するっていうのが中心じゃなくて、どっちかというと、まあ英語で作ってる時点で、なんかなんだろう、日本マーケットっていう感じでもないし、なんかそういう、そう思ってずっと作ってたから、なんか、まあそんなですね、いろんな国の、まあ日本、台湾、香港、アメリカの人たち、仲間たちで作った、この、バケーションっていうニューアルバム、費やした時間と、なんだろう、かけた情熱とかだと、本当に自分のアルバム出るみたいな感じなんで、本当皆さん聴いてほしいなと、思っています。そしてまあこのアルバムをきっかけのツアーにアーロンとまた出れたらいいなとは夢を見つつですね、まあいつ海外旅行ができるようになるのか、噂の第6波は来るのか、どうなるか未来分かりませんが、まあベストを尽くして生きていこうと思います。全曲解説でした、タクヤでした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。サブスクライブ。不思議な午前の雲が音もなく強くの海へ連れて行く、水着足ふいに乾いて下を向いて膝まずい。